こんにちは、サラです。はい、ということで今回はですね、バニラ粉縛りでメイクしていきたいと思います。ですね、まあ提供なんですけど、提供じゃないです。いつもの提供が好きでもないのにやってるって思われるのも困るんですけど、好きな提供しかやってないんですけど、普通に私の愛をただ伝える動画です、こちら。数年前にですね、韓国に一人で旅行した時に、現地で買ってからバニラ粉を好きになりまして、で、当時ね、愛用してたんですけど、なかなか日本で買えないものを動画でめっちゃ激推しするっていうのは、ちょっと動画でやりづらくてですね、いつ Q10に公式ショップが来るんだよ、バニラ粉って思ってたんですけど、ついに最近 Q10 に公式ショップができまして、紹介させていただければと思います。で、バニラ粉といえばですね、クレンジングバームのイメージが日本だとめちゃくちゃ強いと思うんですけど、実はですね、コスメも優秀なアイテムが多いんです。それでは早速メイクしていきます。はい、まずこちら、プライムプライマーです。これ韓国だと有名すぎる下地、もう私的にはバニラ粉といえばな商品です。で、パッケージもね、最近リニューアルして可愛いです。これがクラシックトーンアップハイドレーティング、はい、こんな感じで、クラシックは塗る毛穴消しゴムみたいな感じ、毛穴をめっちゃ埋めてくれる下地で、こちらがみずみずしくもトーンアップするタイプで、こちらがマックスみずみずしいタイプで、これはね、肌悩みに合わせて選んでいただければと思うんですけど、やっぱ代表的なのはこのクラシックなので、今回クラシック塗っていきます。こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方です。全然乾燥はしないんですけど、しっかり毛穴を埋めてくれる感じ。反対側も塗ります。はい、そして次、クッションファンデ、こちらカバリシャスアルティメートホワイトクッション SPF38PA2+。 これパッケージがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。はい、開けるとこんな感じ、パフがね、少し尖ってて塗りやすい。そして中のクッション部分もバニラ粉の B が入ってます。腕に塗るとこんな感じ。今回は23番を塗っていきます。で、こちらとにかくカバー力がすごい。半分塗るとこんな感じです。こっちが塗ってない方で、こっちが塗ってる方です。これね、そんなね、いっぱいつけてないんですけど、このカバー力で、下地でしっかり毛穴を埋めてるおかげで、まっとめな仕上がりです。下地を変えればね、もうちょっとツヤ肌の仕上がりもできます。反対側も塗ります。はい、そして次、粉、こちらプライムプライマーフィニッシュパウダーとプライムプライマーフィニッシュパクトで、このプライムプライマーフィニッシュパウダーは、前ね、黒い蓋で中蓋がこう回すタイプになってて、ちょっとまあ使いにくかったんだけど、中身の粉がもうこんなサラゴナがあるのかって、サラゴナっていうのはサラサラになる粉の略です。こんなサラゴナがあるのかとめっちゃ感動したパウダーなんですけど、なんかさらに改良をされて使いやすくなりました。そしてさらにルースパウダーだけじゃなく、こんな便利なパクトまで登場しちゃってます。まあ、これはね、お好みなんですけど、ちょっと半分ずつ使いますか。これで粉祭りするのが大好きなんですよ。まあ、今十分マット肌ではあるんですけど、これで粉祭りをすると本当にサラッサラです。顔に汗かきやすい人とか、オイリー肌の人特に使ってみてほしい。はい、そして反対側、プレストの方。うわー、もうプレストも便利よ。時短したい人とか、めんどくさがりの方はこのプレストいいですね。で、サラッサラなんだけど、ね、マットすぎない仕上がり。はい、そしてアイブロウ、こちらスマッチアウトディティールブローペンシル1234番。こっち側に繰り出し式の斜めペンシルがついてて、反対側にブラシ、そしてなんとひねると削り器がついてます。今回はね、3番を使っていきます。斜めペンシルっていいっすよね。足りないところも描きやすいし、全体をふんわり埋めることもできるし、で、反対側のブラシでぼかせる、便利。はい、そしてアイシャドウ、こちらムーンオンアイパレット、左から1234です。
で私4番めっちゃ好き。はい、腕に塗るとこんな感じです。はい、4番塗っていきます。これ、ね、ピンクすぎずマジ使いやすい。でマットなのでもういかようにもメイクできます。はい、そしてアイライナーがスマッチアウトディテールライナー01と02。こんな感じ、擦れにめっちゃ強いです。今回は02番使っていきます。はい、こちらがフィックスマスカラ01ボリュームカーリングと02ロングカーリング、こちら半分ずつ使っていきます。これがねボリュームです。ダマにならずにボリュームが出てカールキープ力もあります。ブラシが太すぎないので下まつげも塗りやすい。そしたら反対側02ロング、ボリュームよりもブラシが細めでこちらも塗りやすい。うわい、めっちゃまつげ伸びます。はい、こちらがプライミングベールチークです。 BE01 CR01 PK01 PK02。 腕に塗るとこんな感じです。で私が好きなのはこの PK01 ですね。こちら使っていきます。このチークも薄すぎず濃すぎず絶妙な色で、薄いなと思ったら重ねればいいし、本当にふんわり血色感が出て使いやすい。はい、最後リップですね。グローベールティント BE01 PK01 PP01 RD01 RD02。ティッシュオフするとこんな感じ。こちら RD01 を使っていきます。こんな感じでみずみずしい仕上がり。はい、仕上がりこんな感じです。めっちゃ可愛くない？はい、ということでメイクが完成したんですけども、クレンジングを使っていきたいと思います。ちょっともったいないんで もうちょいしっかり写しとこう。はい、そしたらこちらみんな大好きクリーンイットゼロクレンジングバームオリジナル、これも何個使い切ったことか。私がガチで愛用している大人気バニラコのクレンジングシリーズなんですけども、オリジナルはですね大容量バージョンが実はあります。これね大容量バージョンなんですけど、もうクレンジングはねいくつあっても困らないのでストックとしてもおすすめでございます。では早速使っていきます。これ撮影用に新品いただきましたので最初の一すくいお見せしたいと思います。はい、わー美味しそう。テクスチャーはシャリッとしててシャーベット感覚、香りはほんのりアセロラの香りで、肌にのせると体温で溶けてオイル状になっていきます。はい、そしたら使っていきます。あー、さよならメイク。もうあっちゅう間にこれメイク落ちちゃうんでね。うわい、もうごっそりなくなりました。オイルクレンジングみたいに垂れないし、ダブル洗顔とかとポイントメイクリムーバーもいらないので、こういうウォータープルーフのマスカラとかもスルッと落とせます。もう軽く撫でるだけでガチガチのマスカラも溶けてきます。で、こすらずスルッと落とせて刺激も少ないので肌の調子がねあんまり良くない時も使えますね。はい、メイク落としてきました。もう毛穴洗ったかのようなさっぱり感があるし、洗い上がりもしっとりして優秀なアイテムでございます。で、こちらは大容量なのでクレンジングを普段から贅沢に使いたい方におすすめです。
で今だと Q10 のバニラコ公式ショップで2個セット3600円で販売中でございます。でさらにですね、バニラコのクレンジングシリーズに新作が来ました。クリーンイットゼロクレンジングバームブライトニング、こちらはマンダリンとビタミン C が配合されてて、クレンジングだけじゃなくて肌のトーンアップにも期待できる万能クレンジングです。でこれもね、私 Q10 で速攻買ってね1個使い切ったんですけど、はい、テクスチャーこんな感じです。テクスチャーはなんかマーマレードジャムみたいな感じで、これまでのバニラコのクレンジングバームとはまた少し違った感触になってます。で香りも柑橘系でめっちゃいい匂い。はい、ということでいかがでしたでしょうか。バニラコのクレンジングはですね、他にもいろんな種類がありますので、その時の気分に合わせて選んでみてください。気になった方はぜひ下の概要欄からチェックをお願いいたします。ということでチャンネル登録と Twitter とインスタもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。サラでした。